数字お願いします。はい。今日の海賊法の審議をする理事会で、与党の側は、明日にでも採決をしたいということを表明してましたので、この機会に私どもの立場について明らかにしておきたいと思います。まず第一に、採決などとんでもないということは申しておきたいと思います。合わせてこの短い質疑の中でも様々な問題点が浮かび上がってきたということを指摘しないわけにはいきません。まず皆さんも審議をご覧になってお分かりかと思いますが、各国の軍事的対応にもかかわらず海賊事件というのは増加をしているということが明らかになりました。さらに米国防省も世界中の海軍のすべてをソマリオ沖に集めても問題は解決しない、こういった発言をしていることも明らかになっています。さらに参考人の方々のご意見の中でも、今度の問題について自衛隊を派遣することについて賛成をしている、そういう趣旨を述べておられる方々も、例えば根本的解決にはもっと別な取り組みが必要だとおっしゃった方もいますし、力でねじ伏せるのが正しいやり方とは思わないと、ソマリア、アフリカからが貧困から脱出するのが一番いいと、これは森本さんでさえもそうおっしゃっていました。さらにソフトパワーで日本が国連を中心にしていろいろな活動を展開していくことが大事だとおっしゃった方もいらっしゃいました。でそういう意味で参考人質疑を通じても、これらの根本的解決ということがどうあるべきかという質疑が交わされたことはとても注目に値すると思います。でそして、国連も沿岸諸国の警察力の強化が大事であるという態度を表明していますし、軍事的に、ともかく自衛隊派兵ありきというやり方では私はダメだと、そういう意味での冷静な議論をすべきだと考えています。でその上で改めて私どものこの法案についての問題を述べておきたいんですけども、やはりこの法案が海賊問題の正しい解決にはならんということを改めて言っておきたいと思います。それはすでにご承知かと思いますが、アメリカの特殊部隊が海賊を射殺すると、それに対して報復声明が出されました。まさにこういう点にありますように、警察力で解決すべき問題に軍隊が出たために、危険な軍事的な報復の悪循環が始まっているってことは明らかだと思います。したがってこういう時に日本の自衛隊がそこに行けば悪循環に巻き込まれるってことは明らかだと思います。でその意味でも解決にならないと。で本来、日本国憲法9条を持つ国として、この周辺国の共同して行っている警察行動に対して財政的技術的支援が求められており、日本の援助はそういうものに限定し、外交努力こそすべきだと思います。それと2つ目は、この法案が憲法蹂躙の法案だということであります。海賊対策を口実にしていますが、実は武器使用を許す、さらにはどこでも限定なしに行ける、そういう意味での本格的な武力行使につながり、自衛隊が初めて相手を殺傷し、殺傷されるという事態が予測されるものであって許すわけにはいかないと。合わせて海外派兵の高級砲を作る、そういう意味での道を開くもなると、こういう3つの点で私どもはこれを廃案目指していきたいと考えています。聞くところによりますと修正の動きもあるようですが、自衛隊を派遣するという、派兵するという点と、それから武器使用の拡大という点については何ら触れないものであって、
本質を変えるものではないということは明らかだと考えています。以上です。